い、エルカチャンネルの翔です。今回の動画なんですけど、前回あげましたエルカチャンネルホラー会、日暮れ橋に行ったってやつなんですけど、知り合いからですね連絡があって、動画の中に何か映ってるよみたいな話だったんですね。ただ何分のところって聞いたんですけど、そこまでは教えてくれませんでした。で、自分で見てみたんですけど、よくわからない。代わりにですね、別の謎が見つかりまして、もう一度検証していきたいと思います。熊本県の町のある橋なんですけど、ここに幽霊が出るってことなんで行ってみたいと思います。結構古いよね、ここの橋。軽トラが止まってますよ。マジ？ほら、軽トラが止まってる。え、やば。え、これ？いや、おるような感じじゃない。蜘蛛の巣にかかるっていうことまずないと思うんだけど。ないよね。今頭に蜘蛛の巣みたいな感じがあって、もしかしたら霊障かもしれない。ちなみにこんな感じなんでね、絶対蜘蛛の巣なんてないもんね。ね、うん、はい、ということで前回の橋のとこまでやってきました。軽トラがあったところまで来てるんですけど、この間のは自分たちが見返しても不思議だったかな。やべ、人が来た上に。ここで釣りするのかい、みんなね。橋の上からここ見下ろしてですよ。軽トラがほら橋の上から見て後ろ向いとったじゃん。気づかんかったね、降りてきた時は。そうね、ほんと編集してる時にあれ、これ反対向いてねっていう感じになって、謎ですね。軽トラが止まってますよ。マジ？ちなみにこんな感じなんでね、絶対蜘蛛の巣なんてないもんね。ね、うん、前回はもう本当降りてすぐのとこだけだったんですけど、結構広いんですよここ。かもしれんな。軽トラ、の影からですね、なんか人が見えたような気もしたんですけど、もしかしたらこれかもしれない、この雑草。ちなみにこんな感じなんでね、絶対蜘蛛の巣なんてないもんね。ね、うん、ちなみにこんな感じなんでね、絶対蜘蛛の巣なんてないもんね。ねえ、うん、こうカメラを振ってて、光がちょうどほら過ぎるけん、なんかそれっぽく見えたのかもしれない。これしかないと思うけど。そうね、うん、ただこっちも全然広くて、この先まだありますからね。おおおおおお、
これ砂地じゃあるんですけど、これといってはなさそうですね。ですね。こんなもんで